11時32分になりました。日本放送の制作でお送りしていますアッコのいい加減に旋回、今週も電話ファックスメールお待ちしています。テーマはフリーです、何でも結構です。アッコさんも楽しみにされている脳トレの問題もよろしくお願いいたします。はい、先週脳トレの問題で音楽番組という新しいジャンルが寄せられまして、はい、洋楽のカバー曲をアッコさんに聴いてもらって、はい、その歌声だけで誰が歌っているのかというのを当てるというクイズがありました。はいはい、アッコさんの最初の答えは外人でした。はい、正解はジェームス・ブラウンだったので、もちろん間違いではないんですが、はい、あまりのざっくりとした答えに一度ひっくり返ったということがありまして。ありましたね、はい、そういうことを、まあ、いろんなタイプの脳トレがありますからね。はい、はい、どんどんお寄せいただきたいと思います。そうとか、もう本当にこんなこと言うと失礼だけど、そろそろさ、もうゴールデンウィークの疲れが出てらっしゃる方もいらっしゃるんじゃない？はい、でしょうね。ねえ、なんかテレビでやってたよ。ラジオの番組しながらテレビの話するのもどうかと思うけど、なんか5月病っていうの、はい、新入社員とかがやっぱりもう疲れてきたりして、はいはい、で疲れてくると、ああ疲れだな、仕事が合ってないんだと思って退職願い出すやついるんだって。わかんないよね、今の世の中。新入社員でですか？新入社員。わずか1ヶ月で。うん。疲れたなーってから、やっぱり会ってないんだ、会社が。いやいや。だやっぱりそういうふうに勤めたことがないからじゃない？まず疲れを回復させようっていう方に行くのが普通ですからね。いや、だからね、これも今面白い話で、ちょっと迷っちゃう。もうでも迷っちゃうときは言わなきゃしょうがないからな。まあ、問題のないように。問題のないようにって言いながらすごいことを話そうとしちゃった私がダメなんだけど、結局テレビ見てたら、今北朝鮮すごいじゃない、この間36年ぶりにパレードやったとか ね、 ね、まあそれはいいんだけど、その前に勤めてるところの半数以上、二十何人勤めてる女の子たち勤めてるうちの13人が脱北したっていうね、はいはい、あって、でそれ韓国が手招きしたっていうふうに言われてたんだって。はい、それミヤネ屋で見たんだよ。はい、ミヤネちゃんたちに聞いてびっくりしたんだけど、北朝鮮って実態がよくわからないじゃない、私たち見るもん。なんかすごいの立ったり、核を保有してるとか、なんか裕福だって言いながら、市場の方行くと全然もうお米をカンが拾って食べてるとかね、そういうのあるのに、なんか脱北した人で、やっぱ韓国競争社会がすごいよ。まあ全然わかんないけど、その試験なんかでもすごいでしょ、親がついていったり遅刻したら警察が試験にね、いわゆる受験戦争、うん、とか韓国すごいって言いますね。やっぱり競争社会がすごいらしいの。そうするとパソコン打てなきゃダメとか、なんかね、その宮根ちゃんの番組で言ってたの。そうすると脱北、せっかく死ぬ思いで脱北したのに、もう一回帰りたいって人もいるんだ。あ、思ってたのと違うってやつ。やっぱりもっと楽して、もっとなんか美味しいものを食べれるとかって、そう思っちゃうんじゃないですか。せっかく本当に韓国に脱北してきて、うん、なんとか社会に溶け込もうと頑張ってみたけど、うん、待っていたのは結構過酷な競争社会で、そうそう、それだったら貧しいかもしれないけれど、うん、みんな貧しい北朝鮮の方が良かった。そう、同じ でその話を、その続きもやってて、これは私の意見じゃなくてね、例えばその罪を犯した人が刑務所から出てきて、やっぱり再犯率が高い、これは別にこれ推奨してるわけじゃないから、データ上出てる。そうするとやっぱりそれは私ね、日本の国は良くないと思うんだけど、ちゃんと刑務所内とかでその仕事が受けられるようなカルチャーもあるんだけど、やっぱり出てきてどうしていいか分かんないから、結果刑務所の規律の方が朝何時に起きてるのが楽だっていう。人間ってやっぱりだから慣れとか、はい、決められたことっていうのは自分がどう取るかだよね。ほんと習慣だったりとかね、これ難しいですね、刑務所の場合は特に。ちょっと待ってね、今すごい難しい話してるから、なんか変えて、なんか今日はなんか討論番組をお送りしてる形で、なんか変えて、はい、舛添さんがさ、もうええってそれは12時のもうええって、はい、和田ワネ屋でやりますんで、はい、そうですね、はい、電話ファックスメールお待ちしております、はい、東京03-3211-3222、東京03-3211-3222、ファックスは0570-021242、0570-021242、メールアドレスは小文字で AKKO @1242.com でお待ちしております。クイズ和田ワネ屋、クイズ
1万円が当たります。はい、アッコさんの番組の中の発言がクイズの問題になってますんで、はい、もう聞いてくださってれば必ず分かるというクイズになっております。でメールやファックスを送ってくださった方の中から抽選でこちらでお一人選んでいきなり電話をかけます。番組の後半、12時台の後半にかけます、はい、で5回コール以内に出てくださらないと回答権失格になりますのでご注意ください。はい、その場合は他の方に権利が移ります。はい、電話番号と本当のお名前、住所も書いておいてください。そしてラジコで聞いている方はお手数ですが、ラジコで聞いていますと書いておいてください。そういう方が選ばれた場合はクイズの問題読み上げてある程度時間を取ってから電話をかけたいと思いますのでご協力をよろしくお願いいたします。はい、まあ、すでに実は、はい、まあ、話を変えてたアッコさんおっしゃいましたけど、はい、先週の脳トレを受けてですね、はい、我こそはという方がまた問題を作ってくれております。あ、そうですか。はい、まあ、ぜひ音楽問題ですけど大丈夫です。大丈夫ですか。はい、さいたま市浦和区のマリモッコリさんが、マリモッコリさん、先週のマリモッコリさん聞いたことあります。アッコさんの外人という答えが最高でした。はい、なので私も考えました。はい、ぜひ挑戦してください。はい、ギネスブックに登録されている世界で一番カバーされている曲はザ・ビートルズのイエスタデイだそうです。あ、そうなの。なんですね。最もカバーされている曲イエスタデイの中で、はい、この歌声を聞いて、はい、誰が歌っているかを当ててください。
で始まって手で終わる、手で終わる県、茨城県違うなんで手で終わってない、もうみんな、あ、もう岩で気づくな、場で気づくなと思ったのに、輪を飛ばしたんですよ。